和道のことボロクソ言ってた。俺まだ見てないんだよね、それ。URL ある？ノンタンとはどうなったの？いや、うん、いや、より戻したよ。もう、なんかもう放送でもうやっぱ話すと、あれだな、もうめんどくせえ、マジで。前から言ってるじゃん、金もらってるって。こんばんは、ともか。はあ、超ストレス溜まるんだけど。え、言ってたの？そんなこと。マジか。え、俺暗黒の企画参加禁止なの？今後。いや、もう引っ掛け回すのやめてもらいたいんだけども、めんどくせえわ。金取られた。だからその URL どこにあんの？サンキュー。あれ NG 入れちゃった。間違えて。癖で NG 入れちゃった。削除。どれだ？コメントをコピー。今 NG 解除しました。YouTube に緑あんのがあった。ちょっと待って。今見てみるから。ちょっと待ってね。これでいいのか。間違えた。めんどくせえな。くらいか。これじゃなくて、これじゃ、これか。うん？どれだ？キャプチャーしづれえの。ちょっと待って。こうか。同じホテル、同じ部屋。いや、見える。俺に言わないでよ、それ。でも予約サイトに。もしもし。もしもし。はい。緑さんですか。あ、緑です。はい。うん。のりこって言うんですけど。のりこ。石川のりきの妹みたいな名前で。のりこさんいくつ？うん。はい。で、彼氏が、うん。なんか、山主やってて。あ、そうなんだ。うん。で、こないだ、うん。なんか、部屋に行ったときに、うん。なんか、怪我をしたんですよ。なんで？いや、なんか、転んだときに、なんか、釘に、なんか、雪を引っ掛けたみたいで。うん、あ、かわいそうに。うん。いや、俺、寝てたずっと今日遅刻しちゃったの、会社。もう終わらなくなっちゃって。うん、うん。それで、なんか救急車呼ぼうっていう話になったんだけど、うん。なんかその人が、うん。なんか、かけれる電話がないって言い出して、うん。で、いきなりなんか枠を、なんか開き始めたんですよ。ああ、そうだね、アルさん。ああ、コメントが、コメントに支えられてるよ。お前ら助けてって生主の彼氏が言い始めたのね。はい。うん。そう。どうしたら？で、その間になんか救急車とか、うん、なんか、あと、警察とかいっぱい来ちゃって、うん。で、なんか、生主の人って、なんか、それもネタにしちゃうのかなと思って。いや、それは彼氏がね、バカ。俺だったら、そこまでして警察沙汰にするのを放送で映して神回なんていうレベルはもうね、4年か5年前に終わってんだよ、それは。うん。その彼氏は、そういうのが楽しいと思ってる人、いくつそいつ？そいついくつ？
何歳彼氏？あ、生主。うん。が31。え、クイズ年下なってぐらいに年離れてない？ 15 個下でしょ？うん。どこで知り合ったの？リスナー、自分はリスナーで、うん、で、相手は、なんかオフ会とかしてて、うん、で、なんかオフ会。出会い中じゃん。そのペタジーニはさ、あの、年上大好きペタジーニの彼氏はさ、な、出会い中なんだよ。もうめんどくせえ、マジで。で、あんたか、出会い中。で、出会いするの大好き。で、金払ってる？そいつに。あ、結構。でしょ？わかった。もう見えた、見えた。見えた。あんたさ、そいつに金づるにされてんだよ、ただ単に。ねえ。そうなの？当たり前じゃん、コメント見てみるって、今、国放送のコメント。完全に、ね、あの、穴付き ATM って書かれてるよ。金映えと一緒。要は、あんたの金がなくなったら、ね、あの、もう、使い古しのね、煮干しとか言って捨てるよ、あいつ、そいつ。誰、そいつ？答えろ！え、コード。答えろはちょっと面白いぞ。あなたさ、その名前聞いた瞬間に僕は、心の底から、やられたなと思ったよ。和道か、よりによって。わっさんね。今コメント見てる？暗黒放送。何わっさんって。今、アリーナ、うん、アリーナ。コメント見えてる？一つ一つのコメントがどういう人間かっていうこと。割と、身内とか書かれてます。詐欺師、台本野郎、和道。わっさん。うん。ネタじゃねえかよ。あのさ、そうそう、あの、金払ってるっていうこともね、その時点でさ、いくら払ったの、ちなみに。モニター買って、3万円のモニター買って、うん、で、あとは、現金3万円と、あと、こないだ、天岐阜、5万5千円。渡したんだ。そう。別に付き合う、あ、多分ね、向こうからしたら、本当に、あなたと付き合ってないと思うよ。同棲もしてないわけでしょ？同棲もしてなくて、でも一応鍵は、なんか、もらって、付き合おうっていうことになってて。じゃあ結婚してって言ってみて。私と結婚今すぐできるって聞いてみて。多分できないって言うよ。100%。完全に、金をね、引っ張っちゃダメよ。あのさ、普通逆なんだよ。男が女を食わせる立場であるくせに、なんで女から金引っ張っててめえはのうのうと金出さずにさ、いるのっていう話じゃない？付き合ってんだったら。普通の彼氏って自分から金がなくてもさ、喜ばせるために出そうとするじゃん。これは買ったらいいとか言ってね。全部。なんか、ナマコで、なんか、生活保護を受けてるとか言って、で、お金がないっていう。生活保護して、うん。あのさ、生活保護を受けてるやつにさ、金渡すってさ、ねえ、何考えとんの？俺ら何のためにやつのさ、食わせるために税金払ってるわけないのね？不正受給じゃん。だって、不正受給じゃん、和道の。あ、でもなんか本当に、なんか障害っていうか、ね、ちょっとたまにおかしくなる時があって、うん。あ、ちょっとやばいかな。和道ってどこに住んでんの？和道？うん。和道は新宿。じゃあ新宿市役所に和道が不正受給してますって言って、本名ってあれたら潰れるぜ、本当に。だって金もらっちゃいけないんだもん。生活保護者は。確か。あ、なんか、一応働いて、なんか、なんだろう、その生ポ枠で、なんか、働いてるのがあって、なんかそれで、なんか、返金してるって言ってて。とりあえず、オフ会で知り合ったかどうかわからんけどね。うん。お金はやめな。付き合う分には俺は別に、とがめんけど、お金を渡すのはほんとやめな。向こうのためにもならん。あんたからどんどんお金だけの目的で近づいて、んで、お金がなくなったって言ったらさ、多分相手されないよ。そんな。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんだよ、もう。